グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。明治安田生命 J1 リーグ第25節の試合が21日に各地開催されている。19時キックオフのカード都市は2試合が行われた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中。 首位を走る川崎フロンターレはアウェー、サンフレッチェ広島と対戦。前半27分には右差、ドでのスローインからボールを受けた柴崎、誠が低いクロスを入れ、エリア内で、柏吉文が、わせて広島が、先制点を奪う。1点ビハインドで、リ、返した、川崎エフだが、 73分には、エリア右のキシュレーから横パスを受けたレアンドロ・ダミアン。ワントラップから右足シュートを蹴り込ん。同点。1、一度ローに持ち込んで無敗を守ったが、来初めて2試合連続で勝利を逃し、2、横浜 F ・マ、ノストの勝ち点差は4ポイントにまで縮まっている。柏レイソル対サガントス戦は、樋口優太、先制点と、小屋。 松友屋の2得点によりアウェー、トスが3、1で勝利。1試合を多く残すビッセル、トとカ地点で並びつつ、得失点差で ACL 圏の暫定3へ浮上している。セレッソ大阪は、セットプレーからチアゴが2得点、坂本達弘がもう1点を決め、最下位の横浜 FC に3、1で逆転勝利。4月18日以来、12試合、リとなる。 対望の白星を挙げた。湘南ベルマー。と清水エスパルスは1、1のドローに終わり。昭和5連敗をストップしたものの広角圏脱出は、ラズ。大分トリニータと北海道コンサドーレ。ホロも1、1のドローに終わっている。浦和レッズ、後半に、関根高次第が挙げた1点によりアウェー。徳島ボルティスに一0の勝利。ガンバ大阪と、FCK は、 スコアレスドローに終わった。J1 第25節横浜 FM5、0仙台神戸1、0鹿島がしわ1、3トス湘南1、1清水 G 大阪0、0 f c k 広島1、1川崎 F 徳島0、1浦和大分1、1札幌市大阪3、1浜 FC 名古屋 VS 福岡、22日、両。